いや乱世どうもミターブシューですどうも安倍のしんですよろしくお願いしますこのブシラジオでは歴史好きユーチューバーターブシュが歴史初心者あべのしんにいろいろ教えていくという今回で何回目だこれ今回も5回6回目6回目ありましたけどんとかね続いてますけどちょっと体調をね私崩してね年末あたりからずっと崩しましたねだいぶ長いこと1か月ぐらいずっと体調悪いなとか言いながらも頑張ってたらもう急に悪化してはい もう本当に声出ないレベルになっちゃって焦りましたよ <laughs> いや本当ですよだってツイッター見てましたけど、うん、おかしなことにならないかなと思って心配してましたよそう本当に俺も心配した、うん、結構あのまあ嫌な趣味って思われるかもしれないけど、うん、俺あの亡くなった方の、うん 最後ののツイートを見るっていうは結構好きだから結構それ調べて見たりするんだけどやっぱ本当に死ぬ前に全く何もつぶやいてない全然元気にツイートしててそのまま突然亡くなっちゃったっていう方もいれば死を結構予感して「やばい死ぬかも」って言って本当に死んじゃったっていう方とかも結構いてそういう人を見てると本当にやっぱ食欲がなくなるとか急にどっかが痛くなってきたみたいなやっぱ不調を訴えてる体のっていうのを結構 結構あったんで、あ、やばい、俺もこの中に入るかもと思って。<laughs> でも何もなんかなもその、うん、全く予兆なしに、うん、やっぱ死んだ人ってのはすごく悲しいからなんか見てても、だからせめてなんかこう一言残さなきゃと思って、死ぬかもしれないという気持ちで書きました。うん <laughs> マジでで死ぬかもてそれねねたのファンの皆さんもだいぶ心配したと思いますよあの文面はでも何も知らずにいきなり俺がパッと死んじゃったらさみんなもパニックするだろうからやっぱ死ぬかもしれないっていうのは残した上で死にたいなって Twitter ねいろんな人の最後のツイート見て思ってたからやったんだけどよよかったでですす生きてて本当今大丈夫なんですか今はなんとかだいぶ体力がね落ちちゃってて元気はあんまないんだけどでも喋れるようになったんで。 はいはい。まあ動画もちょこちょこ撮ってますし、まあちょっと動画のペースを落としながら今継続はしてますね。よかったです。じゃあのツイートが実演の国にはならないということですね。そうならなかったです。良かったですよ。良かったですよ。まずね、あの収録できてよかったですよ。あとはさ、その病床にね伏せってこうなってた時に、でもやっぱモチベーションはすごい俺あるからさ、仕事はめちゃめちゃやりたい。しかも 今「どうする家康」もいろんな意味で盛り上がってていろいろ言いたいこともいっぱいあるからすごいやりたいことたくさんあるのに体が動かせないっていうのはすごくつらくてさやっぱ頭の中をよぎったのが竹中半兵衛だったりとか賀宇氏里島津家久っていうねめちゃめちゃ有名な強い武将だったけど若くして30代40代で亡くなった病気で亡くなった武将のことが頭をよぎってさああきっと彼らも。 こんな気持ちだったんだろうなと。なるほどね。まだまだこれから武将として活躍できるのに、うん、俺はなんでここに寝てるんだろうみたいな。うん、はいはいはい。だから竹中半兵衛はさ、うん、あの病 気にになってんの秀吉にももう休んどけって言われてんのに武士なら戦場で死にたいとか言って出てきたっていう話あるじゃないですかその気持ちがすごい分かってああそうなんだやっぱ休んでられないって気持ちになる休んでられない出たいっていう気持ちになっててさでまあおかげさまでね僕は病院ちゃんと行って皆さんからもねいろいろアドバイスもらってさああそうなんだ救急車呼んでいいかどうかちょっと分かんないとか呼んだことないからでもめっちゃだるくて動けないから救急車呼んだ方がいいのかなみたいなツイートしたらまず「7119」っていうので 電話すると症状とか聞いてくれるからこかでこういうふうにすればいいですよ救急車呼べばいいですよとか病院ここ探すといいですよとかアドバイスくれるからまず7119するといいですよっていろいろね優しいですねそうツイッターすごいねみんなそれ教えてくれるからそんな知らなかったもん俺7119とか確かにねいざ使うって思わないと頭に入ってないもんねそうで言われて実際719やってさそしたらああののね 色々症状言って、うん、そしたら「トイレまでは自力で歩いていきますか?」って聞かれて「うん、あ、あまあトイレまではなんとかはって行ってます」って言ったら「うんうん、あ,あ、そうですかじゃあだったらあの救急車呼ばなくて大丈夫なんで、うん、あの病院行ってください」って言て「えー、<laughs> 厳しい」と思って、えー「そこなんだ救急車トイレに行けるかどうか」あそう結構そうみたいだねそう何も最初何も言われずにそれ聞かれたからなのに答えたんだけど「うんうん、もうトイレまで歩けずにね、うん、漏らしてます」って言えばよかったよ <laughs> 全部漏らしてますって。 そしたら救急車使ってもいいよってこと。になる多分ね、多分そうだと思うんの。でもトイレまで行けるようになったら行って、えー、行ってくださいみたいな。うわ、それだって知らないとね、だって今から。うん、あ、なんか実際二歩届かなかったっすとかも言えないもん。あ、でも多分ね、やっぱ今その、うん、すごい救急車もさ、足りないみたいな言われてるじゃん、うん、言われてるねそう。だから、やっぱ簡単には。 呼ばないでほしいってところなんだよね。にしても厳しいなと思ったけどね。確かにね、ね冗談じゃないからね。本当に辛いから呼びたいわけでね。そうそうそう。でまあ家族とかいたらね、また話は別だけどさ、あの一人だからさ、本当に一人で行くしかないじゃん。一人暮らしだから。ああだからそういうのは結構辛かったけどね。いやあ、二千二十三年いきなりいきなり体調不良からスタートするとかね。と本当でもユーチューブ始めて三年間一回もその病気かかんなかったから。はい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 。あのコロナの中でも今日まで。 今日前とかねこの時まで,、うん、では自分も結構焦ったよねだからちょっと謝らなきゃいけないこともあってクラウドファンディングで「鎌倉殿の本」を作るって言って今作ってるんですけど、うん、それをあの1月に刊行、はい、する予定だったところが、はい、もう2月になっちゃいましてなりましたよ2月に 2>、えー、本当に申し訳ございません嘘ついちゃいました の嘘をついたわけじゃなくて見積もりが甘かったというか本当に年末とかにちゃんと時間は取ってあってこの時間にやれば仕事すれば完成するなって自分の中では一応スケジュール組み立てたんですけどそれが突然の病気によって全て崩れ去って3年間なまじ病気かかってなかったから病気にかかるっていう想定が全くなくて全部こういうふうに働けばいけるだろうっていう組み立ててたらこういう事態になっちゃって。 ちょっっと甘かたですねバッファっていうんですかちょっと余分をやっぱ余裕を作っとかないとなまあそうですねただあのリターンに関してうスケジュールはずれましたけどもちゃんと制作は進んでますし打ち合わせは進んでるんでねだからそこは安心して絶対持ち逃げはしないので。 そんなことしたらもうこの活動すらできなくなっちゃうから大変そう多いから持ち逃げするつもりは一切ないのでちょっと多めに見ていただきたいはいもう少々お待ちくださいということでねっていうさことをさ俺今日言おうと思ってで今日安倍ちゃんこう来るからちょっと机の上片付けとくかと思って片付けてたらさこんな紙が出てきてさこれこれなんですけど何ですかそれ

まさにこれがちょっとこのタイミングで出てくるんだと思ってなんか典型を感じたなるほどこれ本当だから本当に今しめってことですよそうちょっといいですか、うん、本当だ大吉なのにさ、うん、大吉地日でやったっつってさ怒られるっていう <laughs> あそうなの <laughs> うえこれちなみにどこで これはねえとね新宿の花蔵神社あったかなああなるほどなるほど吉本のね近くにあるあそこ芸能の神様でしょ確かはいはいそうですだからちょっと行ってきてさ弾いたんだけど怒られあと大吉って基本的にはいいことばっかり書いてるじゃないですか縁談武士道の一番大事な縁談の部分がですね「自分で苦しみます」って書いてあるんですけど苦しみます」って大吉なのに「苦しみます」っておかしいだろ

嫁さんとか家族がいたらなっていうのはめっちゃ思ったさらに感じた感じた孤独だしマジで孤独死するなと思どねそうそうだからその病院行って帰る時ももし次の喉がすごい腫れてたから呼吸困難になるかもしれないって悪化したらこれ以上でもし呼吸困難になって息できなくなったらもう救急車呼んでくださいとその時はって言われて「分かりました」って言って帰ってきたんだけど呼べないじゃん呼吸困難になったら。 読読読めめめなないい。よね。しゃ喋れ,、ね、れないからあ、うんうん、ってなっちゃうから家族いたらさあ、うん、読んでくれっていうのできると思うけど、うん、一人でさ「一人暮らし」って言ってんのにさ、うん、呼吸困難になったら読んでくださいってさ、うん、あんなのあのあの医者無責任にもほどがある。<laughs> 頑張りましょう、縁談を頑張りましょう。縁談を頑張っても早くね、嫁さん見つけないとね、命が危なくなってきてるんで、命が危ない、本当に、頑張ってね、今年は結婚、ちょっとね、目指して頑張りたいです今、次行こうと思ったんですが、今年、そうだよ、これ、彼女、もういないのに、今年結婚っていう目標を立てるんですか、今、なんかバッファーがって話もしたいや、もう、結婚する付き合おうっていうか、結婚しようでいいと思うねいきなり。 交際ゼロ日子もね最近ありますからそうまだ戦国武将なんてみんなだってそうでしょ恋愛期間なんかないんだよみんな確かに恋愛結婚の時代じゃないんだからそうそう同盟同盟組まなきゃいけないってなったら結婚するんだから同盟なんだよ俺がしたいの恋愛とかいいんよもお互いにメリットあるよねっていうことで結婚するわけだからだから別にその恋愛とかじゃなくて普通にその結婚のメリットを享受したいという方ご応募お待ちしてますからよろしくお願いします同盟同盟同盟したいという方ね ぜひお待ちしてますはいそうで今日はちょっとね武将の話もいろいろしましたけどご紹介したい本があるんですよおありますかはいやっぱね武士ラジオはねもうガンガン本を紹介していくいやいいじゃないですかまあんかねやっぱ武士塔さんに本を紹介してほしいですっていう人も多いからあ多いんだよねす晴らしいことそう、でもなかなかやっぱねメインチャンネルとかでね仕事でやるってなるのは大変だからもう武士ラジオでさらっとやるんだったらいくらでもできるんではいだからこっちでね紹介していきたいんですが今回紹介する本はこちらでございますお えー、最強戦戦国武将決定まさに武将の本なんですけど、はい、まあかなりライト層向けのね、うん、本ですねもう歴史オタクのためっていうよりはまあ確かに小学生向けなのかな、うん、一応あの小学生とかでちょっと歴史に興味あるよっていう人たちにぜひ手に取ってもらいたいと思うので、はい、えとな,なんとですねこの監修が あの大和田先生ということで、お<ー>もうあので今のどうするリーアースの時代交渉とかもね入ってますけど、うん、ああすごいです大、ね、和田先生はもういろんな本のね監修に名前が出てきますけどね。うん、はいはいはい、はいうん。大盤振る舞いしてるから名前を。なるほど。まあでも大和田先生も入ってるから、うん、まあ変な本ではないですと、うん。はいはい、はい。で、うん、まあどういう内容なのかというと、最強武将決定戦だから、うんうん、えっとですね、天下ナンバーワン決定トーナメントを開催して、うわ。 武将の最強を決めるとい,ういやめちゃくちゃ面白そうじゃないですか、まあ、本来はねそんなトーナメントはないわけだけど戦、うん、国武将世界にあくまでこれは、まあ、空想で武将同士を戦わせターどっちが強いのかっていうのでやってます、うん 今回はちょっとね阿部之進にいろいろとこの武将対この武将みたいなのを言ってくのでどっちが勝ったか予想してもらってここのねこの本の中での解釈だけどどっちが勝ったっていうのが書かれてるんですよ。で3問出しますので3問中2問以上正解できたら武士道の認定を差し上げすいません何すか ホロシュウ、ホロシュウ人って、はいません。そもそもこれってみんな知ってることですけど、はい、ホロシュウって何ですか？いや、みんな知ってるでしょ。知ってます。あの、みんな知ってんの？いや、ホロだよ、ホロー。ホローって言いますか。いや、戦の時にホロつけるだろうみたな。<laughs> す全えそうみたいですない違ういじゃないゃないの上にマントみたいなのつけるのよ後ろにねいントこう目立つようにでそれにそのほろをつけた人たちのことを「ほろ衆」って言って信長親衛隊にしてたんですよ赤ほろ衆とか黒ほろ衆とか要は「ほろ衆」っていうのは親衛隊のことですああなるほどミスター武将の親衛隊になれるっていが魅力ってことですねそうですじゃあやる気なくすんですけどいやいやでももし3問中3問全部不正解したらはい 切だからおかしいのよこのチャンネルあのはい解釈もねちゃんと私がしますのでんで命がけでお送りするのクラウドファンディングの時もそうだけどんかちょっとすぐ切腹が身近にありますけどだからまあでも頑張りますよあの本当に3問全部間違えたら切腹だから気を付けて初心者だって言ってんの歴史もあんまり知らないって言ってんのまあでもね今ある知識というかゲームとかいわゆるねちょっとね 表面の知識だけでも勝負できるとかあるまあまあね有名な人だけ今回行きますんでしかも絵もね面白そうだしそうこれ絵がかっこいいんだよねすごいすごいかっこいいじゃあね第1問はねこちらでいきましょうもうベタ中のベタですねこちらですじゃじゃんはいええ上杉謙信 VS 武田信玄いやこれはね素人の私でもねもうすごい有名な戦いっていうのよ実際にねこの2人は戦ってもいるしね何回も。 ただまあ史実的に言うと上杉謙信と武田信玄の戦いっていうのはね決着つかなかったんですよ最終的にお互いに決着つかないまま病気でそれぞれ死んじゃってて川中島の戦い特に有名なのが第4次川中島の戦いってのがあって有名な武田信玄の軍師の山本勘介が戦死したりとかする激しい戦いなんだけどあの川中島の戦いも引き分けっていうか武田を研究されてる先生は武田が負けたって言うんですよ。 でも上杉を研究されてる先生はいやは負けたって言ううんんですよそなだ研究者の間によっても話が変わってしかも研究対象って基本的に自分がひいきしてる部署だったりするから勝ったって言いそうなもんなのに研究してるがゆえにうちの負けですみたいな感じになっちゃってるのが面白いんだけどどっちの先生を負けたっていうぐらい勝敗がね あの決着なかった引き分けてしまったっていうのはこの二人なんですけど、まあこの本の中では一体どっちがね勝ったというふうに解釈されているのかなるほど。そうか実際はそうだったっけ歴史的にはそうだけど本的には決着ついてるってことね。えっとこの本の中ではですね、三つのパートで評価をね分けてます。一つが戦績対決、まあ生涯で何回戦ってどれぐらい勝ったか戦にっていうのと、ええ二つ目が両国経営力。 要は国のどっちもトップだからなるほど,どれくらい国をちゃんと運営できたいるか政治力的なところで最後が軍略対決ですねお<う>あの実際の戦場での軍略どっちが良、えーね、かったかっていうところですね何、はい、か書かれてますけどわかりまはい。さあどっちでしょうかちょっとねあの、うん、もうこれね えー、私も知ってるレベルで言うと、うん、もう武田信玄めちゃくちゃ強かったっていうのを知ってるんですよ、うん、その最強の騎馬隊って言われてたり、なんかいろんな動画見たりしても武田信玄が一番強かったみたいな情報、うん、なんかね上げてる人もいるんで、うん、武田信玄めちゃくちゃね戦うの強いっいうイメージはありますけど上杉謙信も毘沙門天っていうねう軍神ね軍神のさ異名があるじゃないでいう 由来でそういうのが付けられてるんでしょ。まあ、そう,そう実際に健信はマジで強いです。マジでやっぱ強いよ、ね。マジで強い。だそう、そそういうね、こう名前のねネームバリューで言うとね、うん、正直同点なんですよ。ね、ただ決定的に一個、うん、武田信玄の方が僕は勝ちだと思います。うん、ええー、なんで？これちょっと一個決定的な私なるでの理由があって。うん、はいはい、はい、あのー、私もねあのミスターブシドと同じく元お笑い芸人やってたんですけど。うん、はいはいはい、はい、あのね相方がね武田っていう名字だったんですよ。おお<ー>。それで その相方の武田がね、うん、俺は武田信玄の末裔だって本当に言ってたんですよ。そんなこと言ってんのあいつ。あいつ自称で言ってたんですよ。ええー、そうなの。はい、まあ、確かにね、東京の。 あっちの西東京の方の人だしなんかいそうな感じ確かにね西東京の方って武田の家臣のんか松江八王子のなんとか同心みたいな幕末に活躍した人たちも確かね元武田の一信だった気がするんだけどゆかりのある人はいそうな感じはするんだけどあ本当そうでいやでもさすがにないだろう本当にそれね自称ですよ自称ただねおじいちゃんがしいたけの研究をしててえそうないいみたの 計量器を持ってるっていうのであば、うんえー、れる君が家に来たみたいな取材であばれる君あばれる君来たんいろんな人出てくんないうのがあるんでえー、武田さんってそうだったんだ知らなかった多分俺は違うと思ってるんですけど、うん、えー、実証だと思ってるんですけどちょっとね武田にね うん、ゆかりがあるお笑いコンビもやってたんで竹田ひいきも含めて今回はちょっと武田信玄勝ったんじゃないかいやそれ知らなかったけどさ、はいえー、じゃあ今度ちょっと武田さん呼ばなきゃねいやちょっと呼んでみてもいいかもしれないけど、うん、多分何も情報ないと思うて松江を称するんだったら情報持たないとさ<笑><笑>風鈴火山しか言ってなかったから <laughs> バカじゃんバカ田信玄じゃないのその人 芸人としても売れなさそうまあでもねそういうのぐらいしかヒントがないんででも武田信玄なんじゃないかなと思いますじゃあいきますこちらの戦国武将決定戦では2勝1分けで武田信玄の勝利おおよかったあそうなんだそうなんですよああくまでこの本の中で評価だけどまず戦績対決が武田信玄が勝率73% うわ高いねで、謙信も高いんだけど謙信は70.7%で2%ちょっと差で信玄が上になってると。なるほどじゃあほぼ互角ってってもいいまあほぼいでだね。で両国経営力でもえっとね武田信玄は治水をやったっていうのが有名なのよそっか俺それも見たことあるこれすごい有名で治水をねうまく整備してやったっていうところが評価されて信玄の勝ちというふうになってますね。 両国は苦戦してるる確かあのよ毎回遠征して山越えてさ関東に出兵してきてで関東の北条方を蹴散らしまくるって言って戦めっちゃ強いんだけどその間ずっと家留守に住んじゃんその間に地元にいるやつらが謀反を犯したり試すのよああそうなんだそうほったらかしにされた人たちが若干ねちょっと両国経営には不安があったんだろうなっていうところでまあちょっとね信玄の方が一歩リードというところで軍略対決は まあさっっきもちょっと話したけどどっちもねその専門家が負け負けって言ってるのと同じようにこの本の中でも引き分けってなってます<ー>なのでえ2勝1分け武田信玄の勝利ということで大正解でございます、うん、ああよかったいやーすごいいきなり切腹免れたねよかった いいいやかかったじゃななな最初らんてでも面白いね今俺の言ってねあれは適当だけどこれ面白いねそうそうまあねこれはあくまでこの本の解釈ではあるけどまあそういう考え方するのも面白いなとねはあなるほどでも武田信玄のあのね絵とかさ残ってるの見ると治水がすごかったのはちょっと意外だよねまあそうね見た目でね見た目で判断したらなんだけどそうそうやっぱねでもねほんと「甲の国」ってさ 山だからさ今の盆地だもんね盆地ででそのね海もないからさ結構苦しいところだと思うんだよね。ああそうなんだ越後もね次雪降るからこの武将二人ともどっちも苦労してると思うんだけどそんな中でねやっぱりあれだけ勢力を持ったっていうのはすごいなっていう特にね山梨って戦国時代から結構近世まで地方病って言ってめっちゃ恐ろしい病気流行ってたらしくて。 川,川に入ると感染症になって死んじゃうみたいな、うん、でももドラクエの毒沼みたいなさ、えー、入るだけで病気になっちゃうってう沼があったのよ。 たそう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 いうとこあって近代化して医療が発達して原因が分かったんだけどんか谷シかなんかが病原菌を媒介して人に移しちゃうみたいなことがあったらしいんだけど当時はそんな分かんないから呪われた川みたいなとこあったりとか結構苦しいところでねやっぱ両国経営してますからね。こちょっと1個目から長くなって申し訳ないけどもう1個聞きたいのがき馬隊が強かったわけじゃん。 でもさ山梨で今山とかさ平地が多いイメージがないんだけどなんで騎馬隊がっていうのはあ確かにね一個気になるところではあるよねまあ競馬っていうのがね今でも残ってるけどあそっかそっかそうそうだから馬の質が良かったっていうのはあるかもしれないねなるほどそっかそっかそっか馬はね有名だもんねそうそうそう馬が強かったっていうのはあるかもしれないなるほどそういうところもあったりしてってことねああいや面白いこれ最初から面白いですね じゃ1問目は正解武氏寧正解とはよかった皆さんどうだったんでしょうかねあまあみんなねいろいろ思うところあると思いますけどねじゃあ次はね誰いこうかな次はちょっとマニアックなところ行きましょうかはいこちら行きましょう九州の武将です九州はいじゃん花宗バー VS 加藤清正うわまず申し訳ない宗茂さん私のメモリーの中じゃないですね立花宗知らない申し訳ないです宗茂さん ちょっと勉強しきますいやこれはちょっと切腹じゃないですかいやおかしい立花宗茂知らないってやばいよいやそれ申し訳ないけれども切腹ではないじゃないですかしょうがないじゃんただ逆に言加藤清正はね知ってますまあ清正超有名だもんね超有名熊本城をね作ったっていうのもね今でも言われてますけど確かに宗茂さんってね戦国武将好きはみんな知ってるんだけど一般の方に知名度が全くない人なんですよねこれがね 意外だなと思うんですけど何した人なのかっていうと、まあ、九州の武将で、はいはい、であの豊臣秀吉が九州に侵攻してくるまでの間、はい、まあ島津と戦ってて、はい、で、えー、そこで島津と激戦を繰り広げて、はい、まあ秀吉から、えー、もう西国武双と西の国で、うん、九州で一番強いってい評価された武将で,、うんうん、でめちゃめちゃすごい長生きもしてて。うん 島原の乱っていう戦国時代一番最後の最後徳川家光の時代だねもうね家光の時代の反乱キリシャによるその反乱にも出陣したっていう武将なんですけどその橘宗とまとこの人は九州の福岡の方かなの武将で対する清正どっちが勝ったでしょうかっていう。 加藤即答ですねこれあの私率いたことありまして加藤清正をはい聞いたはい戦国武双で使ったことありましてめちゃめちゃ強いんですよ加藤清正強かったかい加藤清正めちゃめちゃ強いよで一番決定的な理由は声優がぎた友和さんいやなんで 杉田か和さんってあれだよねあの銀玉の銀さんとかそうよ超一流の声優さんキャラクターボイスやるんだから弱いわけがないいやそれ関係ないだろ声優で決まるのいけるわけがないそれはんだそれ知識なかったらこういうので戦うしかないんだから逆にとこうね知らない宗しさん申し訳ない知らないんだけども逆にこう詳しくない人間にも加藤清正知ってるってことは やっぱそういう評価になってるからね。ああ、知名度的にね。知名度的に、そう予想で。フェイトの世界だじゃん。何ですか？フェイト。フェイト、すみません。フェイトも知らない。あ、フェイトも知らない？フェイトっていうのは、まああれはもう日本だけじゃなくて世界中の歴史上の有名人をあの現代に召喚、魔法使いが現代に召喚して英霊霊として戦わせるっていう話なんですよ。でゲームもあるんだけど、あのそのフェイトの設定で。 その召喚した人物、歴史上の人物のまあ元々のその人の能力プラス現世での知名度があの能力に補正かかるっていうのがあるんですよ。ああそうなんだ。有名であればあるほどめっちゃ強いみたいな。ああそうなんだ。そうっていうのがそれそれでもやっぱだって知名度があるってことは強くないと残れないわけですかまあまあそうね。それなのかちょっとわかんないけど。じゃあちょっと見ていきたいと。お願いします。ちっとそれで。はい。こまで。ええとですねまず三個でえ三個あるんですけど今回は逆転力。 2つ目が最大ハン対決、はい、まあどんだけ領地持ったかってことで最後3番目武勇伝比べってことで3つありますいやす基準も面白いね <laughs> そう基準ものは独特なんだよね<ー>、はい、でまずね逆転力、うん、えー、辛い時こそ逆境を乗り越える力が必要だうん、うん、より強い逆転力を持つのはどっちっていうのでこれははい。 え、宗茂の勝利になっています。そうなんだ。うん、逆転してるんだ。宗茂はそう。そう。まあ、清政もね。あの地震が起きた時にあの秀吉をね。救ったとか、そういう話もあったりとかするんですけどえ。立花宗茂は関ヶ原の戦いで西軍に着いたんです。最初、西側に石田三成とかね。森輝元の方についてえ、改されちゃうんですよね。 つまり領地を没収されちゃうんですよだからもうスロー人になっちゃうとか無職になっちゃうんですけどそのすよええすごいねそう再就職を果たしてしかも元の場所に戻れてるのでこれは西軍の武将の中で宗だけらしいですええ そうなだよっぽど能力が高かったってことでしょうねそうだよね強化されてまあね西軍ついたけど宗しはすごいやっぱらしい武将だから戻れって言って戻してもらった徳川再び再登用の方が難しいもんねそうそうそうすごいなかなかないでしょ普通クビになった会社また雇われるってないでしょすごいね能力すごいね逆転力すごいね逆転力で宗しの勝利なるほどマジかそんな

今で熊本県一帯を支配するようになったということでこっちの方がでかいですねまこの図も書いてあるけどこれ地図がね入ってのもいいですよねめちゃくちゃわかりやすいこれちょっとねこっちだけ見せようかなこうね図がねついてますけどね初心者の方絶対見た方がいいから普通に面白い早く読みたいですねそして3つ目最後ですねここでは今一勝いっぱいですからここで決まる武勇伝比べ武勇伝ここはちょっとねあの対話形式なんでちょっと面白いのでちょっとやりますねあお願いします それがしは秀吉様に西日本一の猛将と言われたのだ。おお、猛将と言われたの。清正、うん、俺だって静岡岳の戦いで活躍した七本槍だぜお前、最悪武装とか言ってるけど、実際何したんだっけえちょっと待てよ。<何>清正負けそうじゃねえか、その怖い色。<laughs> 悪意あるわ今の清間さん杉田友和さんってこんな声じゃないで違うわ全然 <laughs> 全員に失礼だった清間さにも失礼だし <laughs> 杉田友和さんにも失礼すみませんだしちゃんとやってくださいえー、じゃあ実際何活躍したんだっけと、うん、で、えー、宗重、うん、それがしは島津軍に四万の兵で攻められた時援軍が来るまで踏ん張り橘山城を守り抜いたぞ<ー>知事常雲が岩屋城で討ち死にしたという知らせを受けもうダメだと思ったが守り抜いたんだと すごいね。で清正も「へえすげえじゃねえか。まあ俺だって朝鮮出兵の時ウルサン城の戦いで6万の敵から城守ったけどな」確かに朝鮮出兵してるからね清正はそうそうそう言ってるからうん。で宗しげはですねあとそれしは関ヶ原の戦いでは大津城も落としたぞと城落としてますはいはいはいうん。で清正「でもそのせいで関ヶ原の本戦に間に合わなくて西軍負けてたよなあそうそう俺朝鮮で虎も退治したんだぜ」と。 勝っちゃいました、虎に。虎に勝っちゃいました、清正さん。えー、宗茂。うんうん、えそれ本当は。清正先輩の武功じゃないという噂が。え清正。く。なぜそれを。<笑><笑>最後でもそんな感じかも、ね。なんか <laughs> そう、面白い。そう、あのね、虎退治は確かに、うん、あの清正のね、伝説として残ってんだけど。うんうん あの実は清正じゃなくて、うん、黒田長政っていう別の武将が本は虎退治してたんだけど、うん、清正の方が有名だから清正のエピソードになっちゃったっていうことがあるんですよ。知名度がありすぎて人の手柄を奪っちゃってるんですよ。うん、<laughs> やばい<う>ちょっとやばいな。はい、でこの、えー、人の手柄を奪ったというところで、うん、武士らしからぬということで、うん、この武勇伝比べ宗茂の勝利となってます。うわー 結果2勝1敗で橘宗しの勝利でございますうわマジか残念あそうなの、うん、いやそうトライエピソード確かちょっと最後ね、うん、ちょっとなんか情けない武勇伝対決でちょっと負けてしまいましたけどまあ清正もね本当に素晴らしい武将なんですけど、うんうん、やっぱり宗しはねまだまだ知名度が低いから、うん、本当にすごい武将だったんだっていうのねここでこう、まあ、清正に勝ったわけですからもっと知名度上げてってほしいですね,これねああいやもうすっごいよみたい <laughs> な何でしょう すごい面白いですねじゃあ今一問正解一問不正解なのであと一問最後の問題正解できれば武士道の殺しになれますおい殺しになるぞ頑張ります正解できなかった場合は切腹ですおかしいでしょおかしいでしょ腹なくなるわそんな切ってたらすぐ切腹あ、頑張りますよでもこれね頑張りたいマジでじゃあ最後はねこれいきましょうかはいじゃんバーサス 工場いやもうこれはだってよ、うん、これはだってよですよ。何 えもう言っていいんですか？いいですよ。えもう織田信長さんでしょだって。え？もう理由がまあありすぎますよ。でまずさっきの知名度で言えば現代にまで信長の野望っていうゲームが出てるわけですよ。まあねまあね確かに確か2000年後ミスター武士道の野望ってさゲームがあったらもうめちゃくちゃ強かったってことじゃない？確かにそうの野望はないもんな。そう。でそれもそうだし、あともう想像がトップがクラスに現実にいたら怖いでしょあれ。あのあの緑色のそう。 <laughs> 怖さね見た目の、えー。っていうのもあるし、うん、あと実は真面目な理由も1個あって、はいはい、あのこう武田信玄のね最強当時最強と言われた騎馬隊を鉄砲で打ち負かしたみたいな、うん、エピソードがあるじゃないですかそれが、うん、要は文明の力がやっぱ勝つんですよ今の戦争でもそうじゃない昔の世界史を見ても、うん、結局。 武力というかいうよりかは文明の力にはちょっと勝てないっていうのが結構多いから総運の方がだいぶ時代がね早い方の人だから総運はまだ鉄砲とかねあんまり使ってないからねでしょじゃあそこの文明の力に力を入れるっていうところも織田のね信長の素晴らしさだと思うんですよああ確かにあのねこれ実はこの武将にそれぞれパラメータが設定されてるんですけどこれねちょっと o ちょっと外れちゃったけどパラメータが設定されてるんですけど信長なんとですね文明の力でいう先見性 これ十段階評価なんですけど1段階評価、うん、いくつだと思いますえ絶対十でしょだって先見の目があるんだから違いますえ無限大です <laughs> <laughs> 皆さんインフィニティになってますインフィニー <laughs> 無限がやっぱ間違ったら言,<う>言った通り皆さんもそうしてると思うけど、うん絶対 統率力も無限大だからねちょっとチートすぎるんだけど無限大2つもある無限1個でもあったら勝ちでしょこれそうなんですよ宋雲の方はね無限大ないからないでしょよく申し訳ないけど織田信長圧勝じゃないですかと思ってるんですがじゃあちょっと見ていきましょうか今回は能力対決政策対決革命時対決っていう3つでやってますおおもし毎回違うんだねちなみに北条早雲も一番最初の戦国武将って言われてて戦国時代の先 言けをった人ではあるから信長に近いというかね時代を切り開いた人ではあるのでいい対決になるのかなと思うんですがまず能力対決時代を変えた二人のポテンシャルはというところでさっき言ったところですねこの本の中の評価で信長は合計75点って書いてあるけど75点っていうか無限大二つあるからさめっちゃ厳しいですよね厳しい絶対勝てないだろ75ってなってるけど無限大あるからもう実質無限大でしょこの人。 合計でこういうふうになってるんですけど、はい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 。で総運の方は62点でちょっと負けてますね。ムームやるではないかわがうってね。なるほど無限大2個あっても75点厳しいねこの方。表情厳しいね。いやもう無限大でいいだろうと思うんだけど。はいはいまあでも信長の勝ちですと。おお。はい。ただですね制作対決。制作ね。これ大事ですよね。これは総運の勝利ですね。はい 信長もね「楽、うん、一楽座」とか政策有名だけど、うんうん、北条颯雲は、うんえとね、税を軽くしたりとか、うん、こう民が、ね、安心して暮らせるように、えー、京都から薬屋を呼んだりとかして<ー>すごい民を思ったね あの、良性を引いてるんですよ。ああ、なる、魅力的、民的には魅力的。ですね、そういうの。そうで、北条さんって、もともと京都出身の人なのね。京都から、まあ、関東の方に流れてきて、で、小田原。まあ、小田原に入る前なんだけど、まあ、伊豆とか、あっちのね、え小田原の近くとかに根を張った人なんだけど。もともと京都出身だから、すごい文化的な人だったらしい。ああ、そうなんだ。そう、だから、京都から、そうやってね、あの、薬を取り入れたりとか、まあ、文化を進行したりとかして。すごいね、民思いでね、めちゃめちゃいい殿様だったらしい。ああ、そうなんだ。そう、そう、一方ね、まあ、信。 その革新的なことやってるけどまあ楽一楽座もまあその信長といえば楽一楽座をやって商売を自由化してすごい活性化させたって言われてるんだけどただそのね楽一楽座も実はその全部にやってたわけじゃなくて特定のまあ自分のいる安土城だけであったりとかあとはまあ特定の場所で必要に応じてやっててなんかその従来のイメージのもう古いしきたり全部ぶっ壊して全部新しくするぞみたいな。 そこまではやってなかったってのは研究で分かってきてるんですよ。あ、そうなんだ。そうそう。うん、まあ、それ以外にはね、まあ、いろいろ事情があったとはいえ。うん、あの。信長がね、その部下。はいはい、部下に対して。うん、あの、安土城の近くにね、住みなさいっていうことを言うわけよ。はい,は,いはい。あの、あのまあ、要は。 転勤じゃないけど今、名古屋にいる人たちもこっち来てこっちで働きなさいみたいなじで命令出すんだけどみんなそれ嫌がって特に安土ってめっちゃ山の上にあるから多分暮らすのしんどかったんだろうね嫌がって家は建てるんだけど実際そこには住まずに麓とか自分の地元で暮らしてて仕事の時だけ安土に行くみたいなことをしてた人がいるらしくて信長、それ知ってぶっちぎれてもう二度とお前家に帰れなくしてやるって言ってその部下の実家を焼いたみたいな。 焼かなくていいじゃないっていうようなことをしたっていう話もあってちょっとやっぱね優しくないですよやっぱ信長はまあねちょっとまあこうねいろいろまあ与田話も入ってますけど制作で言うとやっぱね北条尊がねすごい今の話は聞いても確かにそうかなと思いますね最後ですね革命時対決革命時対決これはねえまああれです信長はやっ比叡山を焼いたりとかねそういうこともしたというね話もありますけど北条尊はそのね 最初の戦国武将ってて言われてて、はい、まだまだその自分の力でね、うん、全てを支配していくっていうのが当たり前じゃない時代に、うん、ガンガンもう実力で領地を広げていったって人なのでまあいい勝負なのかなと思ったんですが、はい、えこちらはですねこの本の中では、うん、信長の勝利だとああなるほど、うん、特にでもなん,なんで信長これ北条宗雲より上なのかっていうのはね、うん でもまああれかなやっぱ天下統一したからってとこかねまあそうだよね天下統一に近づいたっていうところ、うん、今信長勝利とこの中ではまあ評価されてます、ね、なるほど、はい、まあ時代のね差も,もあったんだろうけれども、うん、で、えー、これですね、えー、結果的には二勝一敗で信長の勝利ということになりましたよかったはい正解です良かった皆さんどうだったでしょうか これじゃ<ー>私は、うん、切腹が免れましたねよかった、うん、じゃあホロシューの頑張ってください,い褒美がしょぼすぎないなんか、えー、しょぼくの親衛隊だからね <laughs> <laughs> まずあの阿部ちゃん、あれだよね、あの嫁さんとさ、マイホーム買うって言ってたもんね、そうですね、そろそろマイホームを、じゃあ、マイホーム、安土城の近くに建ててもらって、ちょっと待って、さっきの話聞いた後に俺、安土に建てんの、今住んでる方に申し訳なてたけど、安土に建ててもらって、いつでもね、城に途上できるようにしてください。実家焼かれる話聞いた後に建てないでしょうよ。というわけで、あよかった。でも、面白かったですね、これ。 ここれれ良かったねすごいしかも事前知識がある方だったらそういうのもありながら見るっていう。あとは自分のひいきしてる武将だったらちょっと待てよとこの評価納得いかねえぞみたいなもしかしたら出てくるかもしれないしいろいろ見てほしいですねでもトーナメントになってるから全部で何部署いるのかな24人の武将がノミネートされててそれはさっきのやり方でバトルしてこんなふうになってるんですトーナメント表が。 こ知り合いとやってみてもいいしね、今からねどっちがね勝ったでしょうかみたいなねやってるの面白いし、いろいろ意見をね言いながら、いやこっちが強い、あっちが強いみたいないうのもね、面白そうだよね。いや素晴らしい本。ぜひ皆さん、チェックしてみてください。よかった、面白い本でよかったですよめちゃくちゃ面白かった、これ、もう読みますい。さすが大和田先生、監修ですな。素晴らしいありがとうございました。ありがとうございましたはいいとうわけで、結構いい時間になってますけど。いや これはもうですすやりまよ最後はミスター武士道の目安箱ありがたいことにですね、毎動画必ずコメントにたくさんいただいてますんで、ご紹介させていただきたいと思います。久しぶりだからね。実は武士ラジオ収録はこれ、新年一発目なんでね、ずっと体調崩しにしててさ、なかなか。なんとかね、一発目できるようになったので、じゃあ、このね、動画がね、摂書関白のね時の動画へのコメント。 えー、読んでいきたいと思います。コメントありがとうございます。えっとポンさん、ポンさん、さんえー、もっと摂政乾破のところを掘り下げて聞きたい。<ー>天皇の補佐の摂政を操る平の清盛ってなると天皇偉やろってなるけれど、うん、そうじゃないところがまたたまらなく面白い。まあそうだね、そうなんだよね。うん、深いよね。はい。 だから本当さまあこれはね天皇の話はねいろいろ思想とかも絡んでくるからたまに結構厚めのコメントくる人もいるんだけどまあでもやっぱり日本のさこの天皇制ってめちゃめちゃ不思議というかさ不思議の国というかだって王国っていうわけじゃないけど王がいるみたいな状態じゃだね。まあなんか国民の象徴って言われてるけどやっぱりその天皇の扱い方が時代によってどんどん変わってって今にも結局滅びずに残ってて。で まあ今後もそのねその天皇制を続けていくのかどうかっていうのも議論されてるから、うん、やっぱ日本人が向き合っていかなきゃいけないものなんだよね。イギリスにはねイギリス王朝があってさ、うんね、このクイーンがいるわけじゃん、うん、あもうエリザベスでね崩、うん、御されましたけど、うん、まあ王がいるわけでさ、うんうん、やっぱその国にねその伝統っていうものがやっぱあって、うん、それをやっぱ 国民たちはさ、うん、もう生まれた時からもうそこ,にそこの、ね、民として宿命づけられてるわけだから、うん、まあ向きき合っていいかなきゃいけなゃけまあそのね、うん、天皇制に反対する人も賛成する人もそれぞれいると思うけど、うん、でも反対するにしても賛成するにしても、うん、まず天皇がどういうものだったのかっていう歴史を知らないと。うんうん 気分だけでね気持ちだけでよくないとか言ってたら議論にならないから賛成もも反対できないだからまず歴史を学ぶっていうところでフラットな目線で勉強していく天皇と摂政関白とかねその辺りを歴史を学んでいくってめっちゃ大事だから今後ね掘り下げるのもいいかもしれないですねちょっとね教養を深めるという意味でもねそうですねなので摂政関白についてまた掘り下げ会を機会があればやりたいと思います。 じゃ続きまして、うんえー、歴史好きランナーさん、はい、あ、歴史好きランナありがとうございます。えー、コールモス先生乾杯とか子供のね話ですよね。うん、あなたは将来この仕事をするだよって決まってれば、うん、小さい頃から専門的に英才教育できるもんなってあご感想いただきましたよ、ね。そう、だからこの動画相もね、うん、あの。 政治家のの議員の話も出てそれがいい,いい悪いっていうかねよくないっていう人もいるけど、うんうん、でもやっぱ子どもの頃から、うんそのね、親の仕事を見て専門性を培ってきた人の方が、うん、まあ信頼できるって部分もある、うん、けど。 世襲制になるといろいろ癒着があったりとかするから悪い部分もあるだからそこを考えていかなきゃなっていう社会派的な話したけどまさにそうなんだよね結局難しいよね昔はそういう家政制度でさ家の仕事を基本的には引き継ぐたまにそういうイレギュラーなやつが「俺はこんなとこやってらんね」っって家を飛び出して自分で何かやりだすっていうのがまあねあったわけだけど今はもう最初から自由じゃん基本的には。 だから、ねまあ、親の仕事継いでますっていう人もいるかもしれないけど、うん、別に継がなくても別に誰も怒んないからお父さん怒るかもしれないけど <laughs> お母さんが <laughs> 家によって違うだろうけどルールはね、うん、だからなんかねこう難しいよね。うんうん 特に専門性高い仕事はね専門性がねあったほうが英才教育でいけるんじゃないかな確かにその通りではあるけどただまあその分変な癒着だったりとかそういうね他の人がじゃ逆にその家柄のねよくないところの人だったらもう絶対政治家なれないのかみたいなそれよくないじゃんそれもよくないからまあね職業の自由といろいろ考えていかなきゃいけないですごい真面目な真面目な話。今回ののこ やつ結構真面目なね真面目な回だったけどでもよかったですねそういう好意的なコメントがね来てくれてるの本んとですだからしっかりね見てだいたとはいありがとうございますじゃあ最後安倍晋進さんの「歴史見ても面白いのは政治のところ」だから私が言ったんです「よ歴史のところ面白いよね」って言ったんですね えあそれはもう歴史の沼にはまる人のセリフだよ <laughs> 合戦ではなく政治が面白いと思える人は、うん、戦国や幕末のような花のある時代だけではなく、うん、平安、鎌倉、うんうん、南北朝、室町、江戸と政治が大きく絡む時代も好きになれると思う<ー>個人的に思う政治家に必要だと思うことは交渉能力や人心掌握能力、うん、人を動かす力だと思う。 このような能力は今の学校教育では学べることではないので現場で培うしかない。だからこそ世襲や近しい、えー人 博物感で地盤が引き継がれる現状なのかもしれない。素晴らしいコメント。素晴らしいですよ。確かに安倍ちゃんはちょっと沼に入りかけてきてね。入ってるね、入ってるね。やっぱあれなんだ。その戦国じゃもちろんいいけど、この政治の部分っていうのになると沼になりつつある。なりつつある。だからね、こうまだどっちの部署が強いかみたいなそういう話から最初は始まってもいいんだけど、そこからね、こうでもこの中でも政策の話ができるじゃん。民に対してどうしてたかみたいな。あ、そういう話とかももっとね、あの好きになってくると、戦がない時代でも楽しめるからね。はいはいはい。 そうだよね特にだって前回のね「鎌倉殿の13人」の方ねそこら辺がかなり面白い部分だって教えてもらって見たらやっぱすっごい面白かったからそういや素晴らしいですねあすいませんお名前言うのもニッシーさんありがとうございますいいですねでもまさにねそうか政治家に必要な交渉能力とかねまあだからそのさ学校の教育ではね学べないって言ったけどこれは結構その歴史の先生とかもさ本郷先生とかも言ってるけど 今の学校教育の問題で、うん、まあ歴史学ぶことってさ、まあ普通に楽しいし。それにさっきもその天皇がどうっていう話もしたけど、はい、やっぱ歴史を知らないと、まず議論ができないから。やっぱ歴史知ろうよっていうことがまずあるわけじゃん。うんはい、でも、やっぱ今の学校って、あくまで大学受験のためというか。うん、いい高校行く、いい大学行く、で、いい企業に就職するための。まあなんか、そのための勉強になっちゃってるじゃん。なっちゃってるよねそうそう。だから、歴史なんてさ、うん、ほとんど暗記じゃんもう。そうだね。 自称うう暗記して何年に何が起きた、うん、この時に何が起きたっていうのを全部頭に入れて答えていくみたいな、うん、でももっと本質的な部分をさ、うん、知らないと意味ないじゃん、うん、歴史の歴史そう,よそうだからねしかもその交渉能力とか人心掌握力みたいなさ実際社会で役に立つ能力って多分。うん 受験勉強で手に入んないんだよね。そうだね。確かに。そこがさ俺結構乖離しちゃってるなっていうのはね。思うからさ。まあ、もちろんね、その勉強ができる人は。多分素のスペックが高いから。あの、仕事もね、うまくいきやすい傾向にあると思うんだけど。まあ、でも、やっぱり大事なのはさ、そういうとこだったりするからさ、政治家に限らず。やっぱ、俺もこうやって今仕事してて思うけど。やっぱりコミュニケーションとか、めっちゃ大事や。そう、いや、コミュニケーションがかなり大事よね。これなんか、俺もあんまり、その人にペコペコしたりするのとか得意じゃなかったから。 だからこそね芸人やろうと思ってたわけだしさ自分が面白かったらいいんじゃないと思ってたけどそうもいかないからね実際結局で人と人とのねそうそうそうだからいろいろ思うところがあるからねまあちょっとこうね「武士ラジオ」はせっかくだからちょっとこういうね社会派なことをやっていきたい自分自身もねやっぱのほほんとさ好きなことをってるだけじゃやっぱダメだろうなっていう段階に来てるからねちょっとね「ミスター武将戦国話」もね成長してきてるんでまあこれでいろいろコメントをもらいながら振り返ったりとかしていくのはね いいことだと思いますんで、はい、ー引き続き皆さん、よろしくお願いします。コメントね、あの、な、うん、でも感想でも、その動画のことでも、動画以外のことでも、いいんで、うん、あの、こコミュニケーションね。大事にしてるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、今回、まあ、ちょっとね、新年一発目だったけど、はい、結構。はい しりまたね長くなっちゃいましたけど楽しんでいただきましたねちょっと僕も調子悪いからきついかもなと思ってたけど意外といけましたねよかったですやっぱこの本もよかったね本すごいよかったこれぜひ買ってください皆さんはいお願いしますということでそれじゃあ本日はねお相手はターブシドしとそれでは皆さんまたお会いしましょうさらばじゃん